モロタイ島県インドネシアの北マルク州、モロタイ島を中心にする県。県とは、モロタイ2010年の調査では、人口は52,860人だった。15世紀から16世紀にかけてモロタイは、テルナテ島を中心とする、テルナテスルタン国のスルタンの影響圏にあった。テルナテ島は、モロと呼ばれた広い地域の中心であり、 モロタイ島や南隣のハルマヘラ島の海岸なども影響圏であった。16世紀半ば、島はイエズス海の宣教師の拠点となった。テルナテ島やハルマヘラ島のムスリム諸国は、布教活動の拠点に憤慨し、1571年にポルトガル人排斥の一環として、島から宣教師を排除しようとした。17世紀、テルテナはモロタイ島への影響力を拡大し、 人口の大部分の島外への移動を繰り返ししいた。17世紀初期には多くの人口がヘルマヘラ西部の要衝にあるドジンガという小村に移動された。1627年と28年にはテルテナのスルタンであるハムザが島内のキリスト教徒の多くをより簡単に制御できるテルナテのマラユへ移住させた。島は1942年の初期に日本によって占領された。 その後、1944年9月になると、モロタイ島の戦いを経て、モロタイ島の南部平原は、アメリカ軍が占領し、1945年初期のフィリピンの戦い、5から6月のボルネオの戦いの戦略拠点として、利用した残留日本兵となった、中村テルオは1974年に、モロタイ島のジャングルで発見された。モロタイ島は、 ハルマヘラ島の北に位置する険しく、森の深い島である。面積は1800平方キロメートルほどであり、南北80キロメートル、東西は42キロメートル以下である。県西大の町は、島内南岸のダルバであり、モロ大島のほとんどの居住地は、海岸線に位置している。東海岸のこれらの居住地をつなぐ舗装道路は、ダルバから始まり、 ガルバから 68km の位置にあるモロタイ島岩の主要都市ベリベレまでつながっている。県は5の軍からなり、2010年の調査では人口は以下のようであった。島は森林密度が高く、樹脂や木材の生産が盛んである。2010年10月、インドネシア政府は中華民国にモロタイ島開拓への援助を要求した。 2011年には、諸イ島内で、PT ハルマヘラ開発投資が、エコツーリズムへの投資先を探していた。島内の児童の救済に焦点を当てて、小規模な非営利組織のヘルプ諸イのような、諸イ島の住民と子どもを救済するプロジェクトが、計画、展開されている。州政府は、観光を後押しするために、ピト空港の国際空港化の取り組みを行っている。 ピクは7を意味しており、第二次世界大戦中に7本の発着場を持っていたことに由来する。ありがとうございます。